こんにちは。突然ですが、僕は22世紀から来た超メタバースキリン型ロボット、キリエモンだったのです。ある日、僕が松茸コプターでパトロールをしていると、なんと、今にも爆発しそうな爆弾を発見！急いで解体作業をしていると、最後に白のコードを切るか、黒のコードを切るかの選択を迫られました。そこへジャイアンミカが通りかかり、白って200色あんねん、というので白のコード切ったところ、爆発してしまいました。その爆発で地球はピンクのカーテンに包まれ、すべての人類は童貞返りしてしまいました。人間たちを、私は見守ろう。童貞となったすべての人間の行く末を、この星を再び破壊へと導けば、キリエモンはまたこの星へと戻ってくるだろう。1、2、3、キングスはい、ということで今回は空を覆う大量のすすによって発生する気候変動、放射能汚染によって引き起こされる食糧難、核兵器が都市で炸裂することで生まれる大量の死者など、もし核戦争が起きてしまった場合、我々人類にどのような災厄が降りかかるのかについてご紹介していきたいと思います。で、核戦争。核戦争とは、原子爆弾や水素爆弾、中性子爆弾といった核反応によって放出される膨大なエネルギーを利用する核兵器が用いられる戦争のことを指します。現在まで核兵器が戦争に用いられた実例としては、第二次世界大戦においてアメリカ合衆国が日本の広島と長崎に投下した2発の原子爆弾のみとなっており、国同士が核兵器を撃ち合った戦争は行われていません。その一方で、ソ連がキューバに核ミサイル基地を設置していることが明らかになり、アメリカ合衆中国がキューバを海上封鎖し、核ミサイルの撤去を迫ったところ、アメリカとソ連間で核戦争が発生しかけたキューバ危機や、2006年から核実験を繰り返す北朝鮮による北朝鮮核問題、2039年ワカメちゃん結婚によるワカメロスなど、核戦争を起こしかねない危機は常に人類の平穏を脅かし続けています。また、2022年2月24日からロシアがウクライナに軍事侵攻しているのですが、この戦争で核兵器が用いられることを多くの有識者が危惧しており、強い警戒を訴えています。現在では核戦争に関する研究が進められた結果、核攻撃を行われた側から核兵器による反撃を受け、両者に壊滅的な被害をもたらすことが予想されるため、ほとんどの先進国において核による先制攻撃を行う理由はないと考えられています。ですが、核兵器を所有している国同士が自分たちの軍事力に関する優位性を争う過程で、敵国に対する威嚇を強めるといった理由や、敵国が軍事的な優位性を確保した際に、その優位性を覆すために核兵器を用いるといった目的から、核戦争が勃発する危険性が存在しています。その他にも、多くの国で核兵器は作動解除リンクシステムによって管理されており、責任者全員の許可がないと発射できないように設定されているのですが、社会が極度の混乱状態に陥った際には核兵器が使用される可能性があります。さらに、もし過激な宗教の教祖や精神疾患を抱えた指導者が国を統治した場合など、人命や財産の喪失や国の運営よりも妄想によって生まれた敵を倒すことや信仰する神の勝利といった不合理な要素を優先する人間によって核戦争が引き起こされる懸念もあります。このように、優位性のために核を保有することは、隠されたエロ本を机の上に置いた日のおかんを超える優位性があり、危険だと言われています。勃発。様々な理由によって核戦争が勃発する可能性は存在しており、アメリカのプリンストン大学の核軍備について研究を進めているとある准教授は、核戦争が勃発した際のシミュレーションとして、仮にアメリカと NATO がロシアと戦争を行った場合、どのようにして核戦争が進行するかを推定しました。一方、その頃キリン教信者は、恋愛シミュレーションゲーム、僕の妹はキリンでキリキリ舞の課金欲が抑えきれず指の震えが止まらなかったとか、このシミュレーションは核兵器を用いない通常の戦争から始まるのですが、アメリカと NATO がロシアに侵攻するのを防ぐため、ロシアは自国の最西端にあるカリーニングラード市近くの基地から核攻撃を実行します。
するとアメリカと NATO はロシアに対して核兵器を用いた報復を行うことで、次第に核戦争がエスカレートしていき、ロシアは約300個にも及ぶ核弾頭を爆撃機と短距離ミサイルでヨーロッパへと撃ち込んで、 NATO の基地や進軍中の軍隊を攻撃し、 NATO 側もロシアに対して約180発の核弾頭を発射します。 NATO の抵抗も虚しく、ヨーロッパが壊滅したことで、 NATO はアメリカの陸上潜水艦ミサイルからロシアに向けて600発の核弾頭による攻撃を開始し、それに対してロシア側も同様に道路装甲車や潜水艦から核弾頭を発射して応戦します。そしてお互いが核戦争の被害から復興することを阻害する目的で、ロシアと NATO はそれぞれ人口が多い都市や経済の中心部を狙って核弾頭を撃ち込むようになり、この核戦争は最終的に3410万人に及ぶ死者と5740万人もの負傷者を生み出してしまいます。影響。現在多くの研究者の間で核戦争が発生した場合のシミュレーションが行われており、最も核戦争による人類への影響が少ないと考えられているインドとパキスタン間でのカシミール地方の紛争でも、世界規模の非常に大きな犠牲が生じるといった研究結果が出ています。まずインドとパキスタンとの核戦争が勃発すると、核兵器による直接的な死者数は2700万人に及ぶと試算されており、核兵器が炸裂することで500万から4700万トンものすすが地上から大気中に巻き上げられ、上空を覆い尽くすと予想されています。さらに地球上で最も被害の規模が大きくなると言われているアメリカとロシア間での核戦争では、約1億5000万トンにも及ぶ煤煙が発生し、舞い上がったすすは1週間で北半球を覆い、2週間以内に地球全体に広がっていくと考えられています。そして大量のすすが大気を覆うことで、日光が人類の生活圏に届かなくなり、様々な地域で寒冷化が起きて作物が育たなくなるとともに、核兵器による放射能汚染の影響で作物の生産量や漁獲量が大きく減少します。すると多くの国で家畜用の作物を食用に回したり、植物や動物などの生物資源を燃料として用いるバイオマス発電におけるトウモロコシなどのバイオ燃料を食料に利用したりすることで、食料問題を解決しようとする動きを見せます。ですが、これらの食料問題に対する取り組みを行ったとしても、インドとパキスタンによる核戦争の影響で世界全体の食料生産量が 7% 減少してしまい、2億5500万人が栄養失調で死亡し、世界全体の約20億人が食料難に陥ると考えられています。また各国が自国民に食料を行き渡らせるため、食料の輸出を止めることで、日本や韓国などの食料自給率が低い国では大規模な食料不足が起きると予想されています。さらに人類にとって最悪のシナリオであるアメリカとロシアによる核戦争では、戦争から数年のうちに食料生産量が 90% も激減し、50億人もの人々が生存に必要な食料を確保することが困難になると言われています。そしてこれらの食料難を引き起こす原因となっている核戦争後の地球を覆う大量のすすですが、厚い煤煙が分散して地上に十分な日光が降り注ぐようになるまで10年もの月日を有するという研究データが出ており、その間に未曽有の餓死者が発生すると推察されています。生存。もし核兵器が使用された場合、ほとんどの状況において国同士での核攻撃の応酬が行われるため、人類に対して壊滅的な被害をもたらすと考えられています。そして核兵器の使用によって発生した大量のすすの影響を、北半球の中緯度から高緯度の国が受けやすいと推察されており、イギリスなどの高緯度に位置する国はインドやパキスタンといった低緯度の国と比較して食料問題が深刻になります。その一方でフランスなどの高緯度に位置する国でも、高い食料自給率を誇る国は貿易が停止したとしても自国で国民が消費する食料を賄うことができるため、飢餓による死者は少なくなります。さらに核戦争後の地球では、寒冷な地域でも栽培可能な小麦が最も主要な作物になると考えられており、地球全体が寒冷地となったことで現在とは全く異なる農業の形式が取られると予想されています。ですがまだこの時点では、食パンを加えた JK と曲がり角でぶつかる可能性はまだ残されている。
そしてこれらの予測を踏まえた上で核戦争後の地球の研究を進めているとある研究者は、アメリカとロシアで全面的な核戦争が勃発した場合、地球上のほぼ全ての国で飢饉が発生する可能性が高いが、南半球に位置しており食料自給率が比較的高いオーストラリア、ニュージーランド、南アメリカの一部地域は被害を最小限で食い止められると主張しています。現在ではアメリカとロシアは両国合わせて1万2000発以上の核弾頭を保有しており、ロシアとウクライナ間の戦争を契機として全世界を巻き込んだ大規模な核戦争が引き起こされると主張している研究者もいます。そんな核戦争ですが、ハーバード大学が行ったアンケート調査によると、頻繁に核戦争の恐怖を抱いた経験のある青少年は精神障害を負うリスクが高くなるという研究結果が出ており、1週間に1度の頻度で核戦争の恐怖を感じていると精神的な影響が顕著になると言われています。そのため核戦争は国同士によって引き起こされるだけでなく、核兵器の恐怖が存在し続けることでも人類に大きく悪影響を及ぼすことからも、我々人類は核兵器の根絶を常に目指すことが重要となっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て威嚇と報復は悲劇しか生まない、間違っていると思った、昨日デッドボール食らって即報復した童貞草野球ニキたちは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。終わり。